げんよう。どなたか昨日の定期を流してくださるとありがたい。昨日というか夜中というか、夜中も見てたよって人は夜中に、こんにちは。あ、ありがとう。定期ありがとう。助かる。助かります。Thank you。今日は生放送。何5時から17時から東京 MX さんで生放送があります。何チャンネルですか。チャンネルまでわかんない。ちょっと私あのネイルがハゲハゲなのでネイルを塗りたいと思われます。チャンネル東京 MX さん見てください。この後ぜひ、この後すぐでもないかすぐでもないけど、くっさ、すいません、あのネイル臭いです。皆さん9チャンネルだって。ありがとう。東京のチャンネルわかんないんだけど9チャンネルらしいです。東京にお住まいの方、関東圏にお住まいの方は9チャンネルでお願いします。あ、ちょっと誰か今日のやつメモって送ってください。お願いします。どなたか送ってくれるとありがたいです。わーい、 Thank you。 覚えてないよ。すでに9ちゃんにしてる。ありがとうございます。この後ね、あるので見てくださいよいしょよいしょよいしょ。かわけ、こんなギリギリに塗ってると思わないよね人は。今日の衣装はハート柄ワンピ何も持ってきてない飾り。今日はちょっとなのでシンプルな感じでいきたいと思います。ハート柄ワンピ、かわいい。ありがとう。 Thank you。 なんか全然関係ないんですけど、今日もなんか変な出間違いたらカメラを回そうと思います。嫌だって言ってるからね。私はその覚悟で来てください。来るの晒します。カメラを回します、絶対に。カメラを回せ。嫌なんだもん、だって。はい、
気ですね。それがいいね、うん、今日なんか変なの言ったらもうすぐさらします。カーチ色だね、うん、でももうハゲハゲだったから一旦塗り直しました。今日もちょっとヘビーなマルがはい感じなので、ちょっと私に何ができるんだっていう話なんですけど、まあね、わかんないなりに頑張りたいなと思います。勉強になるでしょ、この番組見てたら。リカはもう過去に何の回をやったかあんまり覚えてないんですけどでもまあそう、その時は深刻に受け止めて解決方法を探るので、うん、お題難しいけど勉強になる。そうでしょう。誰か定期を流しておくれ。文句言われるのは私なんだからありがとう金魚さん。あ、みずこさん、オッケー。はい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 、ね、分かんないよね、ボロボロなの分かんない分かんない。そろそろ行かなきゃジェルと思ってるけど全然行けてない。今日も可愛いですね、ありがとうございます。今日定期、あ、レイレイもありがとう。昨日ね、夜中やってたんですよね。で、お仕事で来られなかった方もいたと思うので、今月全然休んでないなんか、リガも まったりするはずだったんだけど、8月終わってふうってまったりしようって思ってたけど、なんか気がついたら25キロ歩いてた楽しかったからいいんですけど、全然あのあと本当にラーメン食べちゃった。えリゴも食べたよ、マジで食べたから給油とは通常営業だよね、わかる。でも逆にパタッて休んでたらみんなの前に戻ってくるのに結構覚悟とかなんか気持ちのあれがあったかもしれないけど、こんな感じでなだらかにスーってなっていけば、まあ、なだらかでもないんだけど8月よりは確実に休めてるから、こうスーってやっていけば、なんかなんだろう、みんなのとね、またイベントがあったりした時もなんか結構そんなブランクなくいけるんじゃないかなと思ってはいるので、まあいいんですけど、はい、
ステーキありがとうございます。ミッキュね、誰かメモっといて。今何してるの？見ての通り暇してる暇でもしてないとショールームはしません。見ての通り暇しております。でも最近悪夢を見るんですけど、昨日は見なかった。元気に楽しく寝てましたね。もう疲れ果てて、って、意識を失ったと言っても過言ではない。また後でまとめて送るね。ありがとう。ちょっと端末がマイフォンしかなくて。そう、リカさん、あそこ行きたい。あの、あ、ハワイハワイ行く。いや、なんかないかな、撮影そう、最近リカ、あの、はじめ社長見てて、はじめ社長さんのなんかハワイで別荘を探すみたいなやつ見てて、めっちゃいいなって思ったの。そのハワイの に住める人で、そう、私のハロウィーンコスバ何にしましょう。あ、ちょっと待ってくださいね。はい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 、はい、ちょっとちょっと。遠くって変なやつ。すいません。ああ、すいません。定期ありがとう。今日はついてる。本番直前だから。そうだね。本番、まあ、そうだね。ツインテールマジで可愛い大天使。ありがとう。何の本番があるの？だから、だからとか言って。あの、MX。東京 MX さんの東京デート Q チャンネルのでやる、田村敦さんの聞きたい放題という番組です。ちょっと難しめの政治経済社会問題など取り扱う番組でして、私はなぜかそれのコメンテーターをやりますので、あのパラパラの頭ですけど一生懸命頑張って考えます、はいという、あ、番組概要としてはそんな感じですね、はい、得意分野ですね。どこがどこがかな、よくわからないな。いつも難しいんですよ、結構その問題自体が。だからなんか必死に食らいつこうとするんですけど、なかなかこうわかんなくて。どうですか中井さんって、あつしさんに振られた時に。と
家いいですかみたいな感じになっちゃうので、若者の視点から、そう、多分私は求められてるところはそこなんだなって思ってる。だから分かんないことは分かんないでいいって、自分らしく、それが令和。ありがとう、番組宣伝してくれてる人いる。あ、そう、アプリのM キャスでも聞けるらしいです。視聴できる。政治をバッサリ切るんです。バッサリ切るどころか、私の生垣の外からこうの眺めてるだけの人間、切ったりなんかはしないです。はい、覗き見、覗き見てるだけです。先月がなかったのかな、だからちょっと久しぶりになっちゃったんですけど、でもまたね、呼んでいただいたので一生懸命頑張りたいと思います。どなたかがこけましたね今日は。どうなんか、ありがとう、天気ありがとう。生放送って全然あの多分性に合ってて、そっちの方が収録とかっていうよりも、だからなんか割と楽しくやれてるし、生放送の、そう、私そっちの方がいいんだよね。で、まあ本格的に生放送やってたのが青春高校の時ぐらいだったので、とかあとはスマートフォンでとかか、なんだっけあれな、ただやか、ただやとかだけだったので、ちょっとあんまりこう、はい、多いでしょ。うん、ハワイ行きたい。ただや面白かった。ただや夏、口が懐かしいもん、ただやって言ってる。確かに結構経験して、そう、生放送は楽しいので、あとなんかここ編集されるかなって考えながらやらなくていいから、気が散らない。今に集中すればいいから、ここをカットしてもらいたいなとか、ここを使ってほしいなとか考えてたらさ、気になってさ、もうなんか進行に真剣になれないというか、なんかあとなんか台本で言い忘れてもさ、言わなきゃいけないこと、生放送だったらさ流れとかもあるしさ、なんか尺も決まってるからあれだけど、ちゃんとした収録だと、なんかなんていうの、あーってなるから、あれも言ってない、これも言ってないっていうことは、使われる尺これぐらいかとかいろいろ考えちゃうから向いてないんですよね。そう、あと私台本読まないし、台本読まないし、ぶつけの方が、そう、なんか NGT とかの講演もなんか台本用意されてたけど一切読んでなかったんで、私のところは「かっこ好きなように」って書いてあったのでなんでなんかあんまりこう合ってないようなものだった。でも私って多分好きにやらせた方が一番なんか楽しくできるというか、はい、そういう感じなので、ありがとうティンクさん。信頼感やな。そうなんだよね、公演って台本あるの、だからないようなもんだよないようなもん。あと
私がいるときはみんなも読むのやめるか、あこれもう破壊されるの台本ってわかるからこういう流れがあってとかっていうの全然知らないから、ステージ上で確認したりする隣のメンバーとか、次何一番ひどいときは曲順分かってない、セトリ分かってなくてイントロかかったとき、ああそれかってなるそれやばいよね、ああ その曲ねってなるやつそうそう、みんな何の曲の準備してんだろうって思ってる時とかあるからね。早押しクイズみたいになって、そうだよ、それでよう8年間やってきたわああゴリヤマさんありがとうございます。そうなんです、結局のところね、なんかさ鼻痛いかも、鼻痛いかも、なんでだろう、ここにさなんかいる、秋花粉、あ若干鼻声じゃない、私そんなことない、声ガスガスだってこの季節からなんですよね、私喉が終わる、喉の終わりを迎える季節終了のお知らせって感じなんですけど、えそう昨日その25キロ歩いた番組の情報解禁はまだまだいつですか、わかんない、もうちょっと先10月ぐらいになるんじゃないかな、10月下旬とかが丸いが放送、10月の後半が放送ですってですって、はい、こんにちはリガちゃん、かわいい服見せて、僕は見たいです、放送見てください、あきのちありがとう、たぶんあきんちゃんもありがとう、天気もありがとう、そうそうそう、 M キャスっていうアプリで見れるらしいです、なんと便利ですね、はい、ふわりあいにまたメンバーが出てくれるかもしれないので、それも楽しみにしてほしいな。ふわりあいって今何やってる、まだスイスイの回やってるのか、スイスイの回もめっちゃおもろかったから見てほしいけど、その後コケかな、早くコケを見てほしいコケのホテルめっちゃ良かった、星のリゾート、今後人生において星野リゾートしか泊まらないというあの余生を歩んでいきたい星野リゾートオンリー女になろう、ビビダンありがとう、うん、星野リゾートしかも受け付けませんみたいな、写真バイバイだった、本日はどうなりたい、ありがとうございます、定期そんなに、え、うん、なんか渓流は、渓流っていうものに初めて行ったんだけど、
なんか渓流っていいね。なんか渓流限定ならロケして、なんか激流とかだったらちょっと無理だけど、渓流なら歩けるなって思った私でも。ただこれからの季節虫が多くなるのでちょっと NG ちょっと NG はい、虫 NG、 虫、水 NG ですよね泳げないので、水が怖いのと虫と爬虫類が苦手です。はい、あと水に関しては飲めませんし NG。 そう、まだこの聞きたい放題のスタッフさんには、あ、ちょっと水飲めなくてって言えなくて、毎回水用意してくださるんですけど、 CM 中にあの言いづらくて、あ置いてるだけの、 CM 中飾られるだけの水になってなってるんですよ。はい、あ、そう、私そうなんです、今年に入ってから炭酸水なら飲めるって気づいて炭酸水ハマってたんだけど、もう終わりました。今の流行りはコーラコーラが好きです。デブまっしぐらといったような感じですね。やばくない？リク5キロ太ったんだよ。デブ水曜コンサートから5キロ太りました。やばいですよね信じらんないって顔された5キロ、そう、ポテチとコーラとカップ麺により太りました。でも、もうほんとみんな言うけど、卒業コンサートが細すぎたよってみんな言ってくれてるので、それを信じて生きていきたいなって思いますダイナマイトバディ、ダイナマイトナンバーディでもういいんじゃないってスマップも言ってたんで多分大丈夫です。でもちょっと卒業して寂しくないの？僕はちょっと寂しいな。また NGT48 戻ってきて、戻るとかあんの？出戻り？出戻り48。でも NGT のね、子たちは子たちで頑張ってるので応援してあげてください。てかクラクラ動かさないと、ちょっともう。やる気出たらやるねクラクラって本当に私が動かさないとミリとも動かないのでは復活コンサートやる？卒コンやったのに復活コンサートでもライブやりたいんだよね。300キャパぐらいでなんかどっかいい会場ないか。100でもいい。なんかパーティーしよう。パーティーファンクラブ限定パーティー、どう？これ良くない？あ、でももうあれ終わっちゃったので、あの動画と101っていうお話し会がついてくる、そのメンバーシップこの期間までに入ればそれがついてくるよみたいなやつ終わっちゃったので、ちょっともう今入ってもただ入った人になるんですけどでもその代わりね、これからなんかいろいろイベントとかもやっていくので、ディナーショー、ディナーショーは嫌だな。なんか普通になんかパーティーしたいんだよね。私陰キャだからしたことない。はい、あ、りょうがさんありがとうございます。ティーパーティー、リカ姫のティーパーティーやろ。ガーデンでティーしよう。ガーデン今の時期寒くない？どうだどうだ。ガーデン今の時期寒くなってくるから、これから12月とかにガーデンでティーしたらティーが凍るよ。
いやでも新潟でやった方がいいのかな。それだって東京なんかみんなどこが多いんですか、出身、今住んでるところ。あの人が来やすいさ、アクセスしやすい場所がいいよね。どこがいいんですかね。こんにちは。どこへでも行くよ。本当に？え、じゃあハワイでやろう。場所代クソほどかかって私側が破産します。新幹線通ってるよね。ヒエをハワイだったら来れる、みんな。ちょっとフライト超時間かかると思うけど。国内でお願いします。国内やっぱ東京かな。東京とか。なんかさ NGT の時に T みたいなやつやったじゃん。なんだっけあれ、 T 渋谷のカフェでさイベントやったじゃん。ああいう感じがいいな、カフェイベントとかね。だね、みんな声ね、どうね。なんかちょっともうちょっとで本番なんで終わります。適当。ランキング読みますね。7位がきのちさん、6位がたけたけさん、5位がゴリエム、4位がピーピータン、3位がビスコさん、2位がティンクさん、1位がたたずんでいるフォッカーさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。絶賛たたずみ中です。はい、ということで、はい、プリプリプリ。適当。はい、適当終了パターンでいきたいと思います。はい、プリプリ、バイバーイ。あー、あとで。